はい、それでは7月30日に行われました京田リーグ2部厚物ドラゴンさんとの試合の動画をお届けしていきたいと思います。この日の先発は友紀、先発を任せております。さあ初回ですね、先頭打者を幸先よく三振で打ち取ります。上回ったフォアボールで歩かせるものの、この辺りがセカンドゴロ、ゲッツーを狙いますが送球がそれてランナーが2塁に進塁してしまいます。続くこのバッターサードゴロでしたが、サードの慎太郎が悪送球、これで 2,3 塁のピンチとなります。5番バッターにフォアボールを与え、これで満塁。しかしいいボールが非常に来ていました。この辺りがセンターフライで初回を無失点で切り抜けます。さあ慎太郎のためにもなんとか先制点が欲しい龍神。2回の先頭打者佐藤さんがセカンドへ内野安打で出塁します。そして春さんのこの叩きのバッティングがファーストのエラーを誘います。龍ちゃんうるさい。叩いてよ。そしてショートに入っている田地さんがライトへ技ありの一打。この辺りで佐藤さんがホームイン、幸先よく1点を先制します。さあ追加点が欲しいところでしたが、7番のケイちゃんが見逃し三振、8番のトモキが三振、そして9番に入っているコジさんがよいしょ、落ちる落ちる落ちる、ライトに落ちそうでしたが落ちず、この回1点止まりとなります。さあ3回のこの辺りライトが入っている春さんが内野手がシーンソロ決めて、なんとライトゴロ。さあ乗っていきたいところでしたが、この辺りザキさんうまくさばくんですが小路さんが補給できず、そしてこの3番打者かなり上がってました。サードへの内野安打で1・2塁。そしてこの4番の当たりがレフトケイちゃんの頭上を襲い、エンタイトルツーベースで1点を返されます。これで同点。さあここで切りたかったんですが、この当たりカットまでカットまでカット、レフトへの犠牲フライになってしまい、1対2と逆転を許してしまいます。友紀なんとか踏ん張ってほしい。ここで6番バッターをライトフライに打ち取り、3回は2失点で切り抜けます。さあさらなる追加点が欲しい龍神。先頭の亮ちゃんが振り逃げで出塁します。さあそしてこの場面ですかさず走らせます。さあこれでノーアウト2塁。ここでエンドラン気味にザキさんにゴロを打たせてワンアウトスタンド。さあそして3番バッターの慎太郎のこの辺りご覧ください。完璧な当たりでセンターバックスクリーンはないんですけども、センターの侵入に突き刺さる
なんだけど、ツーベース当たりとなり、残念ながらインプレートなってしまいツーベースにはなりましたが、これで1点を返します。さあ、そしてこの当たりがサードのフィルダースチョイスになり、1、2塁チャンスまだまだ続きます。そして春さん、しっかりと送りバント、ツーアウトながら2塁3塁を作ります。そして再び田地さん、この当たりがセカンドへの内野安打になります。佐藤さん危ない。しかしこれで2対3と逆転。ケイちゃん、この辺り非常に良かったんですが、ドンピシャ、外野があらかじめちょっと深く守ってました。さあ、この点をなんとか守りきりたい。その友樹ですが、4回と5回素晴らしい投球を見せてくれます。は7、8、9番を三者凡退。5回は先頭打者をまずレフトフライ。そして2番バッターは今度はしっかりとサードゴロ。さあ、当たってる3番バッター、またもヒットを許します。味を占めた春さんがまたもライトゴロになりますが、ここはヒットになります。さあ、先ほどタイムリーを浴びている4番バッターはピッチャーゴロに移り、この回も無失点。さあ、1点のリードを守りきるために最終回は中村を投入しますが、先頭の5番バッターの当たりがセカンドの大地さんの悪送球となり、2塁まで出塁を許します。そして6番バッターのこの当たりがライン際にポトリと落ち、同点となってしまいます。中村、さあ、最終回の攻撃、なんとか形だけでも作りたい。ワンアウトから三度田地さん、この辺りがピッチャー前への内野安打になり、さあ、その田地さんが足が痛いと言っていましたが走らせます。さあ、これでワンアウト2塁の形。さあ、ここでケイちゃん最後にいいところを見せたい。この当たりがライト前のクリーンヒット。この当たりで田地さんが3塁を回る。タイミング的にはライトが捕球から送球まで非常に早かったです。決めたかった。しかし、その後ケイちゃん3塁まで進塁し、最後のバッター中村が三振。ゲームセットとなりました。さあ、この試合引き分けとなり、清田リーグはまだまだ続いていきます。チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いいたします。龍神グッズ販売開始。動画内でミヤちゃんやキヨさんが着用している T シャツ、キャップなどがネットショップで販売開始されました。ぜひ興味のある方は下記の概要欄から URL でネットショップにゴー。